2200年 TV VS お豆三四郎、本当に面白いのはどちら対決。イエーイ、どういった対決するかと言いますと、どういった対決だ、まあどっちか面白いかはっきりさせる対決で、後ろご覧ください。なんだなんだこれは。これはなんだ。モノボケを、お二人はしてもらって。モノボケ、はい、モノボケってなんだ。モノでボケる、それがモノボケです。モノでボケるってなんだ。あの消しゴムのモノだな。早く用意しろ、消しゴムのモノ。モノで面白いことをやるってことだ、バカだれ。そうだ、バカだれ。バカだろ、逆だろ、バカ野郎。で、笑かし合いのこちら牛乳をですね、判定の基準とさせていただきます。タピオカミルクだろ、これは。はい、いや、僕もよくわかんない。今好きなんで、ちゃんとどういうことですか。これがタピオカミルクも見えますね。もういいから、全然先に進まねえじゃねえかよ。さっさと対決に移ってくれ。用意、スタート。三つ星 USA。 さあ、どうだどうだどうだ、危ないぞ危ないぞ、どっちだ USA、 どっちだどっちだどっちだ。一応やってやった。あーだ。ということで勝利は、どうなった。どなたですかね。メガネかけてないとわかんないから。どなた、メガネかけてる。いやいや、はい、おめ三四郎さんの勝利です。いやいや、最後面白い YouTuber の力だ、これが。シュッ、心臓だったんだよ。お前さん勝ちましたので、はい、大物 YouTuber とのコラボ早速いきたいと思います。どなたなのかはお楽しみに。はい、カット、お疲れ様です。ありがとうございます。いや、お前そんなキャラじゃねえだろ。いや、お前じゃあ早速もう行きましょう。待ってるんで、待ってるんで行きましょう。お前さん、急いでください。大物 YouTuber いらっしゃいますね。どこにいるんですか。どうぞどうぞ、あちらにいらっしゃいますよ。目の前ですよ。